皆さんおはようございます。ちょっと配信者っぽいですねさあということで、つい先日8月18日からウェザーニュースライブ新スタジオということになりましたので、ちょっとその新スタジオを紹介していきたいと思います。今いるのがここが黒巻と呼ばれているあの合成するところですね。空の様子などあとはお天気の、ね、アイコンなどでそこに私が立っていたりすることがあるんですけれど、ここが黒巻です。でちょっと進んでいきまして、さあいろんなモニターなどありますが、ここが解説しているところ、私が座っていたところです。ここ後ろにねロゴもあるんですよ。今はねひまわりもあります。はい、あと続けていろんなモニターがありまして、ここにデカモニターあって、ちょっとじゃあ最後ビッグも行こうかな。じゃあさ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 あ、はい、こちらが大きいモニターのところで予報センターの歌でしたり、あとはクロストークなどもね行ったりしているこちらのモニターがあります。どうですか皆さんこの大きいスタジオなんですけれど笑)はい、ということでちょっとねスタジオを紹介したくて紹介していきます。これ面白くないですか、このなんか配信してる人と映ってるこれちょっと面白い光景なんですけれど、まあね、こんな感じでお伝えしていったんですけれど、ここからはお天気アプリウェザーニュースもご紹介していきます。じゃじゃんとな